い、本日もこの逆張りツールのノンストップ動画、これをお届けしたいと思います。10時間収録しております。まず最初にポンド王子が出ました。今日はね、クロス円以外でも表示しております。基本は1マーチンでかなり高い勝率を誇るツールでございます。はい、勝ちました。それではここからですね、かなり早回しになります。現在ロンドン市場夕方の4時から夜中の2時まで収録しております。時間帯によってはどこがシグナルが出やすいかというか、相場の状態がよくわかると思います。ドル円が出ました。これは基本でございますけど、矢印今すでに下がっておりますね。こういうもうすでに下がってしまった足に関してはエントリーしないんですね。回避ポイントとなります。要はそのトレンドのピークが近いところで矢印がつくわけですから、まあすでに下がってしまった、こういうことがあるわけです。実際こういう場合でも勝つケースはあるんですが、今回負けております。今度は2つ同時に出ておりますね。ここはちょっと最後まで見ていきましょう。攻略法的にも言っておりますけども、抵抗線に当たった後の折り返しは勝負するって感じです。そのドーンと下っております。攻略法でもアドバイスしました。順調に勝ち進んでおります。ここもね、抵抗線に当たってる状態になりますけども、今下がりましたね。
これで勝ちになります。短い時間で見てる感じはしますけど、10時間分あります。この近藤寺、今ちょうど抵抗線当たってますね。抵抗線当たった状態で跳ね返って今上昇しております。ちょうど今25時、これで最後となります。はい、すでにもう上がってしまってます。ということはここはノーエントリーとなります。回避ポイントですね。しかしながらこの足勝ってしまいました。勝つことが大よけですね。それでも一応回避でございます。今回の10時間分こういう結果になっております。4通過ペアで10時間以内のシグナル数が9回、そして勝ちが7回、回避2回、その回避の2回のうち勝ちが1回、負けが1回でございます。これは成績的にいいのか悪いのかって思われるのは見られた方のご判断にお任せいたします。まあ以上となります。それでは失礼いたします。